アルバートリーはイギリス出身のギタリスト、カントリー、R&B、ロック等の分野で活動、卓越したテクニックと幅広い音楽性からギタープレイヤーズギタープレイヤーと評された。アルバートの父はピアノとアコーディオンを弾き、アルバートも7歳でピアノを始めるが、その後バディホリーに影響を受けてギターに転校し、16歳でプロとしての活動を開始。 1960年代には、ニール・クリスチャンのバックバンドに、ジミー・ページの後任として加入した後、クリス・ファーローのバックバンドであるサンダーバーズの一員として、名を高める。サンダーバーズには、カール・パーマーも一時在籍していた。1970年にヘッツ・ハンズ・アンド・ヒートという、カントリー・ロック・バンドを結成。また、1970年には、 グリーンブルフロックという覆面セッションバンドに参加し、1971年に同名のアルバムが発表される。グリーンブルフロックには、リッチー・ブラック・モア、ビッグ、ジム・サリバン、イアン・ペース等も名を連ねていた。ヘッツ・ハンズ・アンド・フィート解散後の1974年、アメリカ合衆国カリフォルニア州に渡る。同地でもセッションギタリストとして高く評価され、ジョー・コッカーや、 エミル・ハリス等と共演。また、ソロアーティストとして、A、A&M レコードとの契約を得る。1979年、エリック・クラプトンのバックバンドに加入。同年、A&M から初のソロアルバム、ハイディングを発表。同作収録曲、カントリー・ボーイは、1984年に、 リッキー・スキャックスにカバーされ、翌年には、リッキーのシングルバージョンが、ビルボード氏のカントリーチャートで1位となった。クラプトンのライブアルバム、Just One Night、エリック・クラプトンライブ・アット・武道館でも、ハイリング収録曲、セッティング・ミー・アップで、アルバートのリードボーカルが聴ける。1983年、エヴァリー・ブラザーズの再結成コンサートでバックを務める。 1990年代以降は、ホーガンズ・ヒーローズや、ビル・ワイマン率いるリズム・キングスで活動。2002年、ジョージ・ハリスンの追悼コンサート、コンサートジョージに出演。は、アルベルト・リーホーガン・ヒーローズ名義。ありがとうございます。